こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして佐々木です。本日のニュースです。我々白ドラ大好きクラブが全国6カ所を訪れる出張白ドラ大好きクラブ白とドラゴン公式オフ会第2弾となります名古屋会場の参加エントリーが本日より開始となりました。その詳細と合わせまして改めてオフ会の内容についてもお届けしていきます。はい、これ僕らね今まさに6月の札幌会場でのオフ会に向けて準備中といった状況ですけれど、はい、もう第2弾の募集が始まっていくわけですね。もちろんでございます。はい、全国6カ所での開催になるわけですからね。いや、のんびりはしてられないんですよねこれ本当に。うん、確かに。それではですね、改めてこの出張白ドラ大好きクラブについてのご紹介です。こちらはですね、全国各地にいらっしゃいます、白ドラユーザーの方々にお集まりいただき、一緒にオフ会を楽しみませんかといった、公式の交流会でございます。もちろんですね、現地には私と、サネシゲさんも伺いまして、できるだけたくさんの方たちと一緒に交流できればと思っております。これ札幌の方はね、たくさん応募があったみたいですね。そうなんですよ。おかげさまで多数の方にエントリーしていただきまして、抽選という形にはなってしまったんですけれども、当日私たちもね楽しみにしております。はい、さて、それではです、早速名古屋会場についてご案内していきます。こちらでございます。開催日時が7月6日土曜日お昼の2時からですね、夕方18時頃を終了予定となっております。会場はですね、愛知県の名古屋栄にございますご覧の会場です。そして募集人数もこちら30名程度を現在予定しております。はい、応募者多数の場合は抽選となっておりまして、参加費は無料。応募期間がこの動画上がります5月9日木曜日から5月23日の木曜日お昼11時59分までとなっております。当選発表が5月の29日水曜日を予定しております。応募方法につきましてはこの動画の概要欄に応募ページへのリンクを記載しておきます。参加規約、注意事項などを必ずご確認の上、応募フォームよりご応募ください。はい、一人だと参加しづらいけど友達と一緒ならなみたいなこともできるんですよね。もちろんでございます。白とドラゴンをプレイされている方が前提にはなりますけれども、同伴者は2名まで OK としておりますので、そういった形でのエントリーも歓迎でございます。しかしね、これ当日何をやるかっていうのはまだこの札幌会場もこれからっていう段階で、僕はね結構不安なんですけども。そうなんですけれども大丈夫です。はい、お任せください。基本的にはクイズとかバトルとか、あとビンゴ、こういった参加していただいた方たちがチームになって交流できるような企画も考えておりまして、白ドラがね好きな方たちであれば間違いなく楽しんでいただけるんじゃないかという内容になるはずでございます。はい、最悪私たちが何とかして盛り上げるんで。はい、まあ西久保アナはねラップ持ってますからね。はい、最悪ね、持ってたとしてもやらない持っていや、そんなさハードル上げるようなこと言わんといて。はい、ラップ別に持ってますけど、そこで歌うとかはないかもしれないですけど、まあ、はい、とにかく皆さんを盛り上げれるような術はございますので、楽しんでいただければなと思っております。はい、そしてですね、参加していただいた方たち全員にはお土産も、はい、ご用意しております。こちらでございます。来場された方にはあなただけの白ドラ大好きクラブオリジナル名刺、そしてですね、大好きクラブのキーホルダー、そして剣士の限定武具ニコちゃんマークもプレゼントとなっております。こちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、札幌名古屋と来て以降の場所ももう決まってるんですよね。そうですね、地域の方はですね、8月に仙台、そして10月に広島大阪、12月に福岡、こういったものを予定しております。とりあえずね、札幌は僕ら2人で参加になりますけれど、はい、せっかくのね機会ですので誰かね呼べたらいいんですけどね。そうですね、まあ、大好きクラブっていうことですから、私たち2人以外も、まあね、参加できればなとは思っております。うん、はい、ちょっと呼びたい、個人的にはトゥルースターズ誰か呼びたいと思ってるね。僕らだけよりも絶対ね、はい、参加してくれる人は喜ぶでしょうしね。まあちょっとまだ未定です。はい、はい、未定でございますけど、決定次第またいろいろね情報の方は出していければなと思ってますので、 YouTube そして白とドラゴンの公式 X の方もご注目いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、今回は出張白ドラ大好きクラブ白とドラゴン公式オフ会 in 名古屋についてのご紹介でした。皆様からのご応募お待ちしております。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。